楽しんで、それから殺す。キズ、お前警察を憎んでるだろう。俺を殺すとその警察が一番喜ぶんだ。感謝状くれるぞ。お前そんなもの欲しいのか。5年前俺と同期の宮本という男が死んだ。表向きには自殺と発表されたが、真相は違う。暴殺だ。警察上層部の派閥争いに巻き込まれたんだ。そいつはその真相を記した手紙を俺に託した。上層部の連中にとってその手紙は爆弾だった。内容が公表されれば今の警察機構がひっくり返るほどの爆弾だ。連中はあらゆる手段を使って俺に接触をしてきた。懇願買収、圧力、脅迫、俺は全てを無視した。その時から、その時から俺自身が爆弾になってしまったんだ。連中はとりあえず俺を忙しくて危険な新宿へ厄介払いした。警官を辞めないんじゃない？辞められないんだ。すぐ楽にしてやるよ。舐めてやろうか。遠慮するなよ。舐めてほしいんだろう。俺に舐めてほしいんだろう。舐めてほしいって言え。続けて言ってみろ。